さっきの枠から引き続き、国道1号線を下っております。今日は1月16日、時刻は6時10分です。今は国道1号線を下って、三重県四日市市を走っております。鈴鹿市まで、配信します。この枠で鈴鹿市に入れるかと思われます。よろしくお願いします。鈴鹿まであと11キロのところを走っております。ロンチーこと中村哲也です。よろしくお願いします。はい、こんばんは。ロンチーこと中村哲也です。よろしくお願いします。今、国道1号線を下っております。場所は三重県四日市市です。鈴鹿市をに向かって走っております。この枠で、鈴鹿市に入れば、配信は終了いたします。現在、ロンチーはレベルが17で、間もなく18になるので、今日中になんとか18にしたいと思います。レベルが今17で18にしたいと、今日中にしたいと思って配信をしております。
匿名コメントさん、ロンチューでございます。今、国道1号線を下っており、場所は三重県四日市市で、鈴鹿市に向かっております。鈴鹿市に入ったら、配信は終了いたします。今、ロンチーはレベルが17で、まもなく18になるので、配信を頑張っております。あと1ヶ月でレベル20まで達して、まあ、夏か秋にはレベル50になればと考えております。ツイキャスはレベル50まで行けばもうそれ以上ないので、まあ目標としてはツイキャスの目標としてはレベル50に行くこと。一応支払いが申請の問い合わせをツイキャスにしてメールで時間がかかるようなことも言われたので、でも必ず審査が通ると思います。2名で閲覧の方、ありがとうございます。ロンチーこと、中村哲也です。今は、国道1号線を下っており、場所が三重県四日市市です。三重県鈴鹿市に入ったら終了いたします。この枠で鈴鹿市に入るかどうかは分かりませんが、おそらく入るかと思われます。で今日は四日市ぜんそくって昔あったよね。うん、知ってる。でも今は四日市港とかもそこまで汚くないので、まあ大丈夫でしょう。まあ、このまま1号線下っていくと追い分けというところがあるので、追い分けというところで、うん、工業都市といえば都市だね。なんかいかにもなんか汚いものを流してるような感じの工場ばかりで、でもその工場地帯は国道23号線の方を走るとあるんだけど、今国道1号線なのでちょっと離れたところを走っております。この
先に追い分けっていうところがあって、そこを右行けば1号線でまっすぐ行くと県道に入ります。そこを間違えると県道に行ってしまうので、間違えないように1号線を走りたいと思います。今国道1号線を下っております場所が四日市市です。四日市市の、日長二丁目です。今日は調子がいいので、鈴鹿市に入って晩ご飯を食べた後、カラオケ屋を探してカラオケ配信をいたします。そちらの方もよろしくお願いします。まあ、時間が決まったらツイッターでつぶやきます。この四日市市も、コロナ禍前に戻った感じがあって、反対側は対向車線は、渋滞しております。今は国道1号線を下っており、今場所は四日市市日長5丁目です。この枠で鈴鹿市に入れば配信は終了いたします。入らなければ次の枠も配信します。よろしくお願いします。
ここが追い分けで、ここを右に回っていきます。ここが追い分けの分かれ道です。左側行くと県道で、右側でこれ1号線に入ります。電波不足、遅延が発生しています。この交差点を越えたら国道1号線に入ります。はい、こんばんは。ロンチーこと中村哲です。よろしくお願いします。今は四日市市高校ぞ町というところで、1号線に入ります。1号線に入りました。三重県鈴鹿市に向かっております。
ロッシーが大阪とか行くときはこの道走ってます。ロンチーが大阪行くときはこの道を走っていきます。ロンチーこと中村哲也をサポーターしてくださっている方、まもなくレベルが18なのでプレゼントが届くと思います。あと5分少々でありますが、通過時に入れそうです。通過時に入りました。通過市北部町で、タイムが赤くなったら打ち紙にして挨拶して終了いたします。はい、こんばんは。ロンチーこと中村哲です。よろしくお願いします。あと、もうあと 3分ぐらいしかないけど、よろしくお願いします。目標の、三重県鈴鹿市、今木場町に入っております。国道1号線を下って三重県鈴鹿市、今、どうだ、三重県鈴鹿市を走っております。石屋福祉町というところです。
残り1分のところで内亀にします。安全を確認した上で、近めにして挨拶して終了いたします。今は鈴鹿市一夜、石薬市町です。閲覧していただいた方ありがとうございます。まもなく配信は終了いたします。安全が確認できなければこのまま外カメのまま終了いたします。今鈴鹿市上野町を走っております。ありがとうございました。ロンチーこと中村哲也です。またね、バイバイ。